はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信の企画にですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日でですね、退院してちょうど1年が経ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、長かったですね。早かったかな。いや、長かったような気がしますけどもね、まあ過ぎてみたら早かったな、あっという間やったなとね感じます。まあその2018年というね、入院中の2018年というのはですね、まあ、僕が生きてきた人生においてそれなりに激しい1年でした。まあ過去をもっとね、振り返ればですよ、それなりにまあ身に振るひろこはねありましたけども、まあ病気を患ったのは初めてでした。まあ他の出来事とはね比べれないカテゴリーですのでね、本当に壮絶な1年でした。まあ、そんなね2018年を振り返るとですね、病室の景色しかね思い出せません。まあ抗がん剤の副作用がしんどくてね、何回も逃げ出したくなりました。でもね、点滴針をね外す勇気はありませんでした。ね、まあ骨髄移植をした後はね、精神状態が不安定になってですよ、この11階の病室の窓ガラスをね突き破ろうとしたりね、ここから飛び降りたら楽になるやろうなとかね思ったりしました。でもね、後片付けが大変やと思ってやめました。今思えばね、辛抱してよかったと思います。あの頃に辛抱してた頃こそ今こうやって生きてるんですよ。そしてね、 YouTube のコメントでね勇気づけてくれた皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。まあ、そんなね YouTube も開始してね1年半ぐらいになりましたね。まあ最初はね病気の記録用として始めたんですけども、まあ誰に何を伝える目的もなくですね、テレビ番組の真似事のような感じでね撮影してました。まあそれがね、こうビデオレター的な感じにね変わってきてですね、そしてそれがビデオブログにね変わってきてね、今のスタイルになってきました。まあ、そんなねビデオブログを綴ってるうちにですね、もしこの同じ状況や似てる状況の人たちがいたらですね、まあ、ぜひこのチャンネルをね見てほしいと思ったんです。こんな病気になったやつでもこんなに元気に入院してるんやぞと、ね、みんなで元気に退院しましょうってね思ってね気持ちを切り替えたらですね、おかげさまでたくさんの人にねチャンネル登録をしてもらえるようになりました。そしてね、献血骨髄バンクへのねお願いもするようになりました。まあ今では皆さんのコメントでね、献血に行ってきましたというね、コメントもいただけるようになってね、本当に嬉しいです。まあ、本当に皆さんの温かい言葉にね、助けてもらってね、退院して1年間過ごすことができました。まあ途中でね、6月に肺炎で入院してしまいましたけども、まあ、今度こそは、もう入院せずに2年を迎えてみせます。もう頑張りますんで、応援よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。